はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、8月ペイペイはコンビニ、そしてランチ&スーパーも継続のキャンペーンということで、今回は少し早いんですけども、ペイペイが8月のキャンペーンを発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。それではまず概要なんですけども、8月のワクワクペイペイは最大 20% が戻ってくるペイペイランチ第2弾ということで、対象店舗が飲食店とスーパーマーケットに加え、コンビニへ拡大、最大1000円相当のペイペイボーナスが当たるペイペイチャンスも実施ということですね。そして期間なんですけども、2019年の8月の1日から8月の31日までとなってます。で、こちらは毎日午前の11時から午後の2時、14時までとなってますのでお気をつけください。で、対象の加盟店なんですけども、今回は飲食店、スーパーマーケットに加えて、コンビニエンスストアとして登録されているペイペイ加盟店ということで、まあ、今回はセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどが対象となってます。いや、これ嬉しいですよね。で、今回の還元の上限なんですけども、それに関してはこれまでと同じですね。通常のペイペイユーザーの方は 10% 還元で、1回の決済で1000円相当まで上限なので、1回のお買い物で1万円の決済で上限まで一度もらえます。で、期間中は合計で3万円相当が上限となってます。そしてソフトバンク、 Y モバイル、ヤフープレミアム会員の方は 20% 還元で1回の決済で2000円相当までが上限となってます。なので一度のお買い物で1万円の決済で上限までもらうことができて、期間中は合計で3万円相当が上限となってますのでお気をつけください。で、今回もペイペイチャンスもありますね。こちらもこれまでと変わらず、通常のペイペイユーザーの方であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるということと、あとはソフトバンク、 Y モバイル、ヤフープレミアム会員の方であれば10回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってきます。あとこれは5000円未満のペイペイの決済が対象となってますので、ここもお気をつけください。ちなみに僕はソフトバンクユーザーなんですけども、まあ今ですね、ドラッグストアのキャンペーンをやってると思うんですけども、まあ、ペイペイの決済を何回かしたんですよ。8回ぐらいやったんですけど、まだ一度も当たっていません。次に付与の時期ですね。こちらは決済日の翌月20日前後となってます。まあこれも同じですね。で、補足なんですけども、8月の12日はですね、セブンイレブンの導入第2弾キャンペーンというのがあったりとか、あとはソフトバンク、 Y モバイルショップでもキャンペーンが開催されると予定となっています。ということで今回は8月のワクワクペイペイについてお伝えさせていただきました。またですね、ペイペイに関する追加の情報などがあれば随時動画にしていきたいと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。